ここがあなたの故郷、ユグノア王国ね。噂では聞いてたけど、ひどいありさま。16年前、世界一の歴史を誇るユグノア王国は魔物の大軍勢に襲われ、ユグノア王や王妃、そして偶然訪れていたデルカダールの王女様。あ、もしかしてその王と王妃ってあなたのお父さんとお母さん？にしても仮面舞踏会で戦ったあのじいさん。Yes!
お主ら一緒にいた姉ちゃんの姿が見えないが、じいさん一人だけか。うん、故あって姫には席を外してもらっている。それにしてもよく来てくれた。さあ来いと言うから来てやったぜ。奪った虹色の、お主たち、それはこの者が勇者であるからかの。じいさん何者だ。16年前に死んだと思っておったぞ。だからグロッタの舞踏会で手の技を見たときは真の像が止まっ、お主にどうしても見せておきたいものがあったんじゃ。少しだけ。この地は辛い思い出が多くての。おいじいさん、あんた何者なんだよ。あの頃わしは隠居しておっての。城下に降りては民と杯を交わし笑い合う、そんな毎日じゃが、16年前のあの日、魔物
今やかつての映画は見る影もない。たった一晩でこうなってしまったんじゃ。おっと、すまんの。お主に見せたかったものは。おじいちゃん、このお墓は？この国のユグノアの国王夫妻の墓。それってつまり。さよう、勇者の実の両親、すなわち16年前に亡くなったわしの娘と。え？ということは、あんた、こいつのじいちゃん？娘も死に、婿殿も死に、それでもわしだけが生き残ったことには意味があると、そう思わなければ余り。だから、16年間わしは追い求めたのじゃよ。なぜユグノアは滅ぶこ。そして各地を回りわしは知った。勇者伝説の信奉者であった16年前のあの日から、デルカダール王はまるで人が変わったかのように勇者を悪魔の子と呼び非難を始めたんじゃ。アマツさえ自分の娘の死まで勇者の仕業として世に広めている始末。わしには裏で何かが起きている。亡国の真相と盟友の変身、二つの謎。エレノアよ、アーウィンよ、喜べ、お前たち。よく戻ってきたな、我が孫よ。こうして16年ぶりに愛する孫と再会することができたんじゃ。このじいの頼みを聞いてくれんかの。ユグノア王家には代々伝えられている鎮魂の儀式があってな。儀式は城の裏山にある祭壇。
ちしておりました。うん、支度は済ませてくれたようじゃ。あら、あなたは。皆さん下がって。鎮魂の儀式はユグナ王家のお二人のみで行われるので、こちらにどうぞ。あんた、じいさんに姫って呼ばれてるけど、もしかしてあんたは。静かに、儀式が始まるわ。では、わしの真似をするのじゃ。良いな。人は死ねば、皆命の体重へと帰ってゆく。あの体重の葉一枚、魔物によって非業の死を遂げた者は未練を残しこの世を迷うという、そんな魂を救う儀式が。煙の光輝につられて光り輝く蝶、この蝶を人の魂と見立て命の体重へと送る。エレノアはただ死んだわけではない。お主とデルカダールの王女を救う、かけがえのない二人の命が救わ。そういえばエレノアはお主に何か残さなかったか。おお、これは。そうか、そういうことじゃったのか。この手紙があったからこそ。ああ、苦労をかけたな。しかしならばこそ、こうしてお主と出会うこともかなった。ひとえに一人にしてくれ。
エルノア様。誰？これは恥ずかしいところを見られたわね。エレノア様のことを思い出してたの。そう、歩きながら少し。私の母は病弱でね、私が生まれてすぐ亡くなったの。エレノア様はそんな私を気遣って絵本を読んでくれたり、花摘みに誘ってくれたり、本当に優しい方だった。だからそのエレノア様が子供を授かったと聞いて、私心の底から嬉しかったの。自分に兄弟ができた。エレノア様と最後にお会いした16年前のあの日も、あれは、どうやら君たちの追っ手のようね。かなりの数だけど、あれだけの追っ手を出せるとしたら。デルカダール王国、急いでみんなの元に戻りましょう。階段から逃げた連中はいたか。いや、見つからん。悪魔の子はダメだ、どこにも見当たらん。くそ、逃げ。あ、悪魔の子。将軍からは悪魔の子を捕らえよとしか言われておらん。女の方は殺してしまえ。構わん。こんなところで終わるわけにはいかない。大変だ、グレイグ将軍を呼びに行かないと。新手を呼びに行ったようね。急いで山を降り。そこまでだ、悪魔の子よ。デルカダ…デルカダールで脱獄した貴様を追い続け、グロットの町でようやく足取りをつかんだ。よくもここまで逃げ延びたものだな。悪魔の子は私が相手をする。行くぞ。どうした、貴様の実力はそんなものか。
ここまでだな。やめなさい、グレイグ。なんだと。まさかマルティナ姫なのか。今度は話さない。よかった、気が…外はまだ雨よ。服…君を助けられてよかった。もう二度とあの日のような思いはしたくなかったから。君とデルカダールの姫を救うためエレノア様はおとりになった。ロー様は君にそうおっしゃ、そう、私こそがエレノア様に命を救われたデルカダール王の娘なの。16年前君を抱いたエレノア様に連れられ、私はユグノア城を出し、エレノア様は私に君を預けるとおとりとなって私を逃がしてくれた。魔物に見つかり、幼く非力だった私は逃げる途中で川に落ち、あのあとロー様に助けられたのが私ではなく、せめて君であったならと何度も思ったわ。君とはぐれた後、私はロー様と共に故郷のデルカダール王国に向かったわ。でもお父様は私が死んだと決めつけ、勇者に殺されたのだと広めていた。まるで真実。ロー様はお父様をそそのかしている者が背後にいるはずだと。お父様を利用しているのは誰なのか、真実を明らかにするため。でもまさかグレイグが来るとは。もしももう一度襲われたら、次は逃げ。雨が上がったようね。